GMC トップキックは、ゼネラルモーターズが GMC ブランドで販売し、ミシガン州フリントにある工場で生産していたピックアップトラックである。シボレエコディアック、イスズエイチシリーズとシャシーボディを共用し、GVWR 別に6つのシリーズを形成する。まず4500、ついで5500、7500、8500、8500、タンデムがある。 搭載されるエンジンは4種類。ボーテック8.1リットル V8 ガソリン、2006年、ダーマックス6600ターボディーゼル、2006年、ダーマックス6600ターボディーゼル、2007年、ダーマックス6600ターボディーゼルがある。基本的には、ダンプや宅配などの業者向けの車だが、4500のクルーキャブがベースとなり、内装に、 レザーやウッドを多用し、ベッドを常用タイプのピックアップ風に仮装した一般ユーザー向けのモデルも数年前から存在している。なお、映画トランスフォーマーに登場しているトップキックは蒸気の一般ユーザー向けモデルがベースとなっている。ちなみに、フォードの F-650 シリーズをベースにした蒸気のようなコンバージョンモデルも存在している。また、 トラック専門の会社、インターナショナルからも RXT という同社の中型トラック、デュラスターをベースにしたコンバージョントラックも販売されている。なお、シボレー、GMC にはコディアック、トップキックとは別に W シリーズ、T シリーズもあり、こちらのモデルには一般ユーザー対象モデルは存在していない。アメリカ合衆国大統領が乗る。 キャデラックの専用リムジンには、このトップキックのシャーシが利用されている。ありがとうございます。